どんなに痛くても泣くと見せかけて面白い顔をしてくる水沢。ファニー。次こいつです。聞いたことないゲームいっぱい持ってるタッツ。いや、タッツタッツ面白い。兄ちゃんおるでしょ。兄ちゃん、兄ちゃん、ね、だから昔のゲーム機とかも、うわ、ソフトだけじゃないよ。年離れてる兄ちゃん。年離れてるゲームも夢のように面白いです。そうなん、そうなん、夢のように面白い。タッツもうゲームしかせへんのに麦茶めっちゃ美味しそう飲むよ。めっちゃ美味しそう飲む。運動したぐらい、麦茶飲むぐらいの感じでね。これはほんまに、これはほんまに100円で無限の可能性を広げる駄菓子屋プランナーだね。うわー、これはね、駄菓子屋プランナー意外とプリッツ、モロッコヨーグルトにプリッツつけたらうまいじゃん。そうか、そうか、そうか、研究もしろんで。そう、駄菓子屋プランナーし、駄菓子ファンタジスタよね。そうや、これすごいな。100円を3つ集めて300円をみんなでっていう考え方もします。でかい、します。なるほどね。どんなに痛くても泣くと見せかけて面白い顔をしてくる水沢。あ、面白い。うわ、面白い。これはこれはこれは俺な、ようこの経験があって、バーンってなんか当たった時に行ったってわざとやって、もう帰るよ帰る言うからって、結構何回も言われたことあって俺。経験があって。なるほどね。これを言ってくるやつ絶対ええやつ、ええやつよ。だってこれ周平さんでしょ、これ。もちろん周平さんでしょ。高取毎回周平っぽいやつ選ぶね。これこれええやつやと思うよ、ほんまに。じゃあ次いきます。次もめっちゃいいです。これこれいきましょう。うわー、これはいい。俺は友達になろう。